はいどうも、こんにちは、こんばんは、しゅうです。今回は OBS で背景透過をグリーンバックなしで行う方法を解説していきます。 OBS で顔出し配信や録画を行いたいと考えているかもしれないですが、背景が映ってしまうのが嫌な人もいると思います。そのような時はグリーンバックを後ろに設置した後にクロマキー合成を行って背景を透過すればいいですが、グリーンバックを購入する費用って結構かかってしまうんですよね。ただ OBS がバージョン 28.0 にアップデートされたことでグリーンバックなしで背景透過を行えるようになったので、今回はその詳細なやり方を解説していきます。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。早速やり方を解説していきたいところですが、実際に作業していく前に注意点が3つほどあります。まず1つ目は Windows 10 64ビットの PC を使用している人しか利用できなくなっています。実際にこの後に専用のソフトウェアをインストールしていくのですが、そのソフトウェアの対応 OS が Windows 10 64ビットとなっています。 Mac や Linux といった OS の PC を使用している場合は使えないので注意してください。あと Windows 11についての記載がなかったのですが、自分は Windows 10を使用していることもあって Windows 11でも使えるのか検証できませんでした。ただ Windows 11を使っている視聴者さんが実際にこの方法をやってみたところ使えなかったという報告があったので注意してください。今後アップデートが行われて他の OS でも使えるようになるかもしれないので、それまでは待つようにしましょう。次に2つ目の注意点としては、専用ソフトウェアが動作するのに必要な PC スペックが決まっています。実際に必要な PC スペックはこのようになっているので、自分の PC のスペックが動作環境を満たしているのか確認してください。また GPU のドライバーのバージョンについても確認し、必要であれば最新版にアップデートを行ってください。最後に3つ目の注意点ですが、最初にも言ったように OBS がバージョン 28.0 にアップデートされてから追加された機能になるので、バージョン 28.0 にアップデートを行ってもらう必要があります。まだアップデートが終わっていないという人は説明欄にアップデート情報をまとめた動画リンクを記載しているので、そちらを確認しながら行うようにしてください。 OBS で背景透過をグリーンバックなしで行うためには専用ソフトウェアをインストールする必要があるので、その方法を解説していきます。まずは説明欄に NVIDIA Broadcast Download Center というページのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてみてください。次に少し下にスクロールするとビデオエフェクトという項目がありますが、使用している GPU によってどちらをダウンロードするのか変わってきます。なので自分の PC に搭載されている GPU に合わせてダウンロードボタンをクリックしてください。ちなみに自分は RTX2080 を使用しているので、下にある NVIDIA GeForce RTX20 シリーズまたは NVIDIA Quadro RTX 用のダウンロードをクリックしたいと思います。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、こちらをクリックしてください。もしも Chrome 以外のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると先ほどダウンロードしたインストーラーがあるので、こちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるので、はいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、I agree をクリックしてください。するとインストールが始まるのでしばらく待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので、クローズをクリックしてください。次に OBS での設定方法を解説していきます。もしも専用ソフトウェアをインストールするときに OBS を起動していた場合は OBS を一度閉じて再起動した後に設定するようにしてください。あと実写映像を OBS に映す方法は分かっている前提で解説するので、あらかじめご了承ください。まずは実写映像を映しているソースをクリックして選択したらフィルターをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、エフェクトフィルターの項目にあるプラスをクリックして NVIDIA バックグラウンド除去をクリックしてください。次にフィルタ名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。するとこのような設定画面が表示され、すでに背景が透過された状態で表示されます。各項目を解説しますが、モードをクリックするとクオリティ (GPU 使用率が高くより良い品質とパフォーマンス GPU 使用率が少なく良い品質の2種類から選べるようになっています。まずはクオリティの方から確認していきますが、実際に設定してみると指の間のような細かいところでもしっかりと透過されています。より良い品質と言っているだけの性能はありますね。ただパフォーマンスに変更してみると指の間の一部分が透過できない場合がありました。それ以外の大部分はちゃんと透過されているので良い品質というのは分かりますが、クオリティに比べると若干精度が劣る感じです。なので GPU 使用率が若干上がってしまいますが、クオリティに設定しておくのがおすすめです。次に色位置についてですが、この数値を調整すると被写体の周りを透過させる範囲を調整できるようになっています。基本的に 1.00 よりも下げてしまうと背景が輪郭のように残ってしまうので、 1.00 に設定して使用するのがおすすめです。ここまで設定できたら閉じるをクリックしましょう。実際に OBS に映った映像としてはこのようになっています。動いたりすると正常に背景透過できない場合もあるので、グリーンバックを使用してクロマキー合成する方法と比べるとどうしても精度としては劣ってしまいますね。ただゲーム実況するときに画面端に小さく顔出し映像を表示させる使い方ならば、ゲーム中はそこまで体が動かないと思いますし、顔出し映像が小さいこともあって目立ちにくくなっています。このような使い方をするのであれば十分使用できるレベルなので非常におすすめです。実際に顔出し映像を映したい人は試しにやってみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。